習なんてめんどくさすぎる。なんだかちょっと緊張する。おはようございます、パステルパレットです。あや先輩、おはようございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。それで合同練習ってまずは何から始めよう？メンバー同士の自己紹介は顔合わせの時にやったし、お菓子パーティーする？合同練習はお前の提案だろうが！もうかすみってば冗談ばっかり。今かすみ冗談言ったの？私お菓子持ってきてないよ。すみません、うちこんな感じですぐ本題からそれちゃったりして。いいのよ、みんな仲がいいのね。よければみんなの演奏を見学させてもらってもいいかしら？私たちのですか？ええ、他のバンドの練習を見学できる機会なんてなかなかないから勉強させてもらいたいの。プロのアイドルの方に見ていただくなんてちょっと緊張しちゃうな。大丈夫だよリミリン、普段の私たちを見てもらおう。じゃあみんな準備は OK？それじゃあ一曲やってみますか。今日も楽しかった。かすみ少し走りすぎだ。でも勢いがあってよかったと思うよ。リミリンは優しいな。ピパは演奏がすっごく上手っていうわけじゃないけど、すごく音が楽しそうに聞こえるんだよね。なんでだろう。演奏するときにポッピンパーティーのみんなはどんなことに気をつけているの？ここを気をつけようとかってあんまり考えたことなくて、とにかく思いっきりやってます。お前適当すぎるだろ。失敗しないようにしようとか思ったりしないの？あんまり気にしないです。だってそればっかり気にしてても間違えるときは間違えるじゃないですか。失敗したっていいんですよ、それがロックなんですから。かすみ、お前ら。私は緊張しちゃうとうまくできなくなっちゃうから、ただただステージをこなすのに必死になっちゃって、失敗しちゃダメだって気持ちでもっと緊張しちゃったりするんだ。パスパレの皆さんはプロのステージだから、失敗に対してはかなりシビアな目を持っているんだと思います。それは尊敬すべき姿勢だと思っています。でも思うがままに弾く、その方がきっとらしさが出るって、そう思うな。確かに私たちの演奏には思い切りが足りないかもしれませんね。そうそう、アリサみたいに猫かぶっててもつまんないですよ。お前余計なこと言うなってば。かすみ覚えとけよ。いつものアリサちゃんだ。あなたたち本当に仲がいいのね。その仲の良さがきっと今の演奏を生み出しているんでしょうね。はい、ちょっと失敗してもみんながフォローしてくれるし、一緒に演奏するとみんなが何を考えてるか分かる気がするんです。ああ、サーヤは今こんなこと考えてるのかなとか、アリサは今盆栽が心配なのかなとか。そんなこと思ってないし。確かに音からみんなの気持ちって伝わってくるよね。そう、そうしたら自然と自分が演奏する音も見えてくる。そうやって支え合っていれば失敗も怖くなくなるんじゃないかな。
私たちに足りないものがなんとなく分かった気がするわ。え、なになに？気になる。失敗はされない心ですね。それから私たちもっともっと信頼関係をしっかり築いていこう。そうすれば失敗は今より怖くなくなります。自分たちに足りないものがちょっと見えた気がするよ。私たち結成してからずっといろんなことがたくさん起きて、ステージを成功させることに気持ちが行きがちだったから、いろんな経験を経て自分たちの結束は固くなりました。それをもっともっと強いものにしていきましょう。